じゃあ始めまーす、はい、あ、森さんちょっと待ってもいいですか、はい、僕は皆さんにあの全員のお題を出したいから、あ、まあいいや、あのゲーム中に出しますんで、あ、じゃあスタートお願いします。はい、大丈夫ですか。慎太郎さんミュートのですね。あれ、今俺、僕の声聞こえますか、ね、今聞こえます。よかったよかった。じゃあ質問いきまーす。はい、このお題は、4択で答えてほしいんですけど、丸、バツ、三角、四角、どれが一番当てはまるか、はい、藤宮くんからお願いします。はい、丸です。で、この質問に竹尾さんが答える、ね、はい、丸ですね。はい、丸。はい、僕も丸です。はい、慎太郎も丸です。はい、で次僕がお題を出すってことですよね。そうだな、このお題は、手にしてまあ、所持していて嬉しいものですか、別に嬉しくはないですか。この2択で、嬉しいか嬉しくはないの2択でお願いします。嬉しいです。嬉しいです。はい、僕も嬉しいです。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。まあ、僕もまあ嬉しいです。よーし、じゃあここ1週間で準備できたぞ。まあそれをなんか目にする機会があったかお願いします。ありました。はい、僕もあります。あります。多分あったと思います。あります。僕もあります。じゃあ4択で答えていただきたいんですが、何色ですか。金色、銀色、茶色、で赤色。お、まあ悩ましいですけど、銀、茶、まあ一択にしろって言われたら銀でお願いします。おお、すごい、はい、銀色です。すごい、僕も銀色です。僕は茶色かなと思います。なんでここで、なんでずらしちゃったんだ、なんでずらしちゃったの、せっかく紛れそうに。僕も4択で、それに関わる年齢層、一番自分が、関わっていた年齢層は昔、今、未来、どれですか。3択でお願いします。一番関わっていた昔ですかね、強いて言うんだったら。そうですね、僕も昔ですかね。はい、昔だと思います。今、はい、僕も昔かな、昔か今で答えるかなって思って質問しました。いや、これでもね、はい、じゃあアルバ君から答えてほしいんですけど。いや、きついわこれは、やばいぞ。このお題にギザギザしてるっていうイメージはあるかないかお願いします。あります。いや、でもこれは、はい、そうだな、茶色はマジで意味わからんからな、じゃあ、ね、じゃあ高田さんに質問します。あれ、ちょっとこれ全員答えるんじゃない、多分。あ、全員ですかこれ。
あ、そうそうそう、だから、春馬くんで飛ばして、藤宮くん、竹雄、高田で、最後、慎太郎って感じです。すいません、ギザギザしたイメージ、はい。ギザギザしたイメージは、あんまないっすね、はい。はい、ギザギザしたイメージはないです。ここで割れるんだ。ないです。100円玉ギザギザしてるだろう。はい、ないです。してないの。それ、高田さんに質問です。だったら絶対ここで人外になっちゃうぞ、みんながにしてない認識なら。大きめのケースに入れたいですか、小さめのケース入れたいですか。この2択で高田さんからお願いします。小さめのケースに入れたいです。まあ僕も小さめですかね。小さめです。小さめです。僕も小さめです。じゃあアルマくんに質問です。このお題がたくさんあった時の感情を喜怒哀楽で4択で答えてください。いやそりゃ喜でしょ、喜びまくります。もう踊っちゃいますお金好きだからね、はい、みんなね。まあ喜か楽ですね。まあそうだな、ドは絶対ないとして愛もないから、まあ気か楽で、まあ楽の方かな。はい、気です。僕も気ですね。意外とでもどうだろうね、順番が分かんなそうだな。竹雄に質問です。最後に見たのはいつぐらいですか？最後に見たのは、そうですね。今日見ました。お、いいじゃない。最後に見たの。え、僕じゃない？あ、すみません。僕は昨日見ました。僕も昨日です。僕も昨日です。まあ、俺も昨日ですかね。竹雄さんに質問で、じゃあそれを自分はたくさん持ち歩きますか、それとももう全然持ち歩かないですか。2択でお願いします。持たないです。お、まあそこそこ持ちます。僕もそこそこですね。僕はまあそんなには持たないです。はい。で、あ、ごめんなさい、僕か。僕は、持たないです。はい。というわけで、今もう2周したかな？はい。まあ、皆さん、そしたら、考察タイムに入ります。考察タイムでは、慎太郎くんから、この人とこの人が、こうこうこうみたいな感じでやっていくか、もしくは自分の白アピになってください。じゃあ、慎太郎くんからどうぞ。はーい。
ですね、アルマくんが狼、武雄さんが狐だったと思ってます。ギザギザしてるかどうかの質問をアルマくんにぶつけて、してるって言ってるんで、まあ多分アルマくんが狼の方で、まあ武雄さんは色の時に一人だけ茶色って言ってるんで、ここ狐で睨んでます。なんで武雄さん、アルマくんの順番で投票します。あ、終わりです。あ、ごめんなさい、これ皆さん、あの電子マネーがキツネですよ。ですね、ちょっと近かったかな。クレジットカードとも迷ったんだけど、色が違って茶色なので、まあ、なんかカードによっちゃったのは明らかに回答が違ったのはそれぐらいで、まあアルマさんのギザギザしたイメージが、まあ高田が見える。そうだな、確かにここが、まあただ他がギザギザぐらいしかそんなに違うのがないから、僕もやっぱ武雄さんからの釣りが安定かなと思ってます。以上です。はい、まあなんか基本的に同じ回答ばっかりだったんですけど、僕は色のあれがありますけど、高田さんがみんな今って答えて、なんか高田さんが昔って言ったのがあるので、アルマ狼、高田キツネで見てます。はい、自分はアルマがキツネ、タケオがオオカミかなと思ってます。で、お題をなんとなく予測するとタケオの方が近しい感じがするので、おお、素晴らしい。タケノコの方がオオカミっぽく映った。ただギザギザに関してはマジで分かんなかったな。アルマの方が離れた回答に近しいことを言ったのが先手だったのがアルマだと記憶しているので、一番遠いかったのがアルマだったんじゃないかなって。先出しがね、要は察したら後々寄せれるから。いや強い。寄せに来てる方は先に動いたのがアルマだったと記憶しているから、アルマの方。いやすごい。見えましたって感じです。以上。いや素晴らしい。はい、僕は慎太郎さんと藤宮さんに同意で、武雄さんがキツネで、狼が正直わかんないな。狼高田さんなのかなって。まあもうこれ順番的にもうなんかほとんどみんな同じ答えだったんで、もうなんかあんまり正直。優劣がつけない。武雄さんは絶対人外だと思って、で慎太郎さんと藤宮さんと高田さんで白黒がつけにくいです、正直。ただなんかもう慎太郎さんと藤宮さんと高田さんは、まあ狼だろうが狐だろうが僕を人外だと思っているんで、なかなかちょっときついなと思ってます。僕は狼が高田さんかな、順番的に高田さんだと思ってます。以上です。はーい、ありがとうございます。じゃあね、投票タイム、ポン。はい、それではじゃあ、右上のねチャットありまして、そちら使います。右上のチャットを押して、なんか右下を押して、でクルーっていうのを選ぶと名前選べるんですよ。でまず最初にね、キツネを皆さん投票するようにしてください。名前を選んで、せーのって僕は言うんで、そしたら皆さんね、チャットに貼っていただくみたいな感じで集計します。大丈夫かな？はい。高田さん信じよう。じゃあ、そこまでいいんだったら、僕は信じます。いきますよ。いきますか。はーい。はい。せーの。ポン。はい。はい。お、こんなに寄った？アルマ、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 タケオさんですね。アルマくん。思考更新するな。思考更新するな。アルマくん、自分自身がキツネだと思いますか？思います。思考更新しないでください。アルマくん、キツネです。あなたはキツネです。いやー、残念でした。というわけで、アルマくん、アルマくんはお題を当てることができれば勝ちなんですが、お題自信の方ありますか？村は絶対100円。おう、狼がな、狼は狼10円玉で。残念。残念。10円玉ではありません。というわけで、今回はじゃあ狐は敗北です。次じゃあ狼を釣りましょう。投票の準備をしてください。このまんま釣りか。Mm-hmm.
はい、それでは準備はできたかな。じゃあ行きますよ、せーの、タケオタケオタケオということで、タケオさん、自分自身が狼だと思いますか。いやもうこれ村勝ち思います。残はい、今回は村の勝ちです。おめでとうございます。いや10円じゃないんだ。いやー10円かと思った。500円、え、何円、効果じゃない、効果じゃないです。お札、札の可能性あるのか。あ、お札なのか。え、でも最初に一番最初の質問丸って言ってたから、お札省いちゃったな。確かに。あ、スキップしましょう。スキップ、はい、あ、はい、あ、了解です。なんでしょう正解。じゃ正解は、じゃあ、まあ、村からじゃ発表しましょうか。村の方誰か代表でお願いします。村は100円玉です。合ってましたね。あ、丸まくらい。狼は武雄さん1万円です。1万円札ですね。いや、いや、すごいよく寄せましたね。まあ最初、まあ、ね、まあ一旦寄せたのかな、うん、最初丸だったからもう違うと思っちゃったな。素晴らしい。で、アルマくんが、僕は電子マネーでした。電子マネー。なるほど。だから未来とかの話はそれかな。から。あ、そう、小銭全体かと思ってたんで、最初小銭全体みたいな、うんうん、お題かと、小銭とかかなって思ったんで、ちょっと昔とか言ったら小銭。そうだ。一個気になったのは、え、100円ってギザギザじゃない？ギザギザ。え、だから、でもなんか10円のイメージがあるから。そうそう、ああ、うん、そういうこと。そう、そう、僕アルマ君が10円玉の狼だと思ったからその質問ぶつけてみたんだけど。あ、なるほどね。まあっていう感じです。まあ今のはね、いいデモプレイだったと思いますが。